さんこんにちは、シルカーズチャンネルの大峰です。皆さんも一度はマジックをやってみたいと思いませんか？マジックってできたらかっこいいですよね。マジックって勇気と笑顔を届けることができますよね。今日はなんとまたまたマジシャンケントさんに来ていただいております。今日はマジシャンケントさんに私がねマジックを教わります。できるかどうか不安ですけどチャレンジしたいと思います。それでは早速ねマジシャンケントさんに来ていただきましょう。どうもー、マジシャンのケントです。シルカーズチャンネルの皆さん、お久しぶりです。会いたかったですよね。僕に会いたかったですよね。僕も皆さんに会いたかったです。 I love you ということでですね、はい、今日はシルカーズチャンネルの大峰さんにですね、僕がマジックをレクチャーするということで、まあ大峰さんとても不安がってたんですけど、僕は誰でもできるマジックを教えて、誰でも簡単にマジックを演奏することができちゃうプロフェッショナルです。なので僕がマジックをレクチャーして、大峰さんがシルカーズチャンネルの皆さんに素敵なマジックを披露してます。マジシャンケントさんに10分間レクチャーしていただきました。一体どれだけのねマジックができたのか早速披露していきたいと思います。サイコロを、振っていただきましょう。あ、6が出ましたね。それでは開けてみます。なんと全部6になりました。それではね、2つ目のマジックです。今日は3のトランプと10のトランプ、3と10の2種類ですね。こちらのトランプを用意しました。はい、でこちらの方のね10と3どちらか選んでいただけますか？じゃあ10で。10で、はい。ということで、こちらの10を抜きます。ちょっと抜きますね。それでこの3のトランプがありますね。でこちらの方をポンポンとおまじないをかけます。するとこちらの方が消えてしまいました。そしてこの3のトランプを引いて、このなんと裏側にこの先ほどの10が印字されております。今日は潰れた缶を持ってきました。これをね一瞬で戻したいと思います。戻りました。それでは4つ目の手順をやっていきたいと思います。今回ね予言のカードを用意しました。こちらですね。で、こちらのトランプを切ります。切りました。この中からね、好きなカードを1枚選んでいただけますか？これで。はい、ありがとうございます。そしたら、このカードと予言のカード一体どうなるでしょう。いきますね。1、2、3、なんと同じトランプになりました。5つ目の手品は輪ゴムを使います。でこちらの輪ゴムをねこういう感じでやります。皆さんこれ何に見えますか？星ですかね。でこちらをこうパッと外すと、なんと星になりました。今日はね5つのマジックを教えていただいて、まあ、紹介しました。皆さんいかがだったでしょうか？マジシャンケントさん、今日はマジックを教えていただきありがとうございました。はい、皆さんいかがだったでしょうか？あのですね、ものの10分でですね、あれだけの素晴らしいマジックを演じることが可能です。なので僕は普段こういった感じでマジックレクチャーをしているんですね。今みたいに10分ぐらいでできるようになるのもあれば、本格的にできるようにするマジックもあります。なのでですね、これからマジックをやりたいよとか習いたいよって方がいましたら、ぜひご連絡ください。そしてですね、8月15日より私なんと YouTube をやろうかなと考えてまして、ぜひそのチャンネル登録の方をお願いしたいと思います。
マジシャンカタカナケントひらがなですね、マジシャンケントで出てきます。そしてですね、シルカーズチャンネルの方でもですね、何度かコラボさせていただきたいと思っております。なのでこの2つのチャンネル登録よろしくお願いします。では皆さん、またシルカーズチャンネル、そしてマジシャンケントのアカウントでお会いしましょう。バイ。